私は波動の先に進む。まあ、こりゃまた大した軍勢だね。若を先に行かせてよかったよ。この戦生き延びられるかわからんや。これを生かすため犠牲になるなど許さん。助けるぞ。バタイ。微力ながら私もお手伝いいたします。 武田軍が丸々操られてるってこと。これは気に入った。何、貴様らどこから現れた。<笑>その代わりにお見事な武勇、雨土に見入られておりましょう。 まだ増援に来る将がおったか。よい、我が操り人形に潰させよ。よい、敵を滅殺します。あれ、私。 力を使いこなせておらぬ。法令面を補助力いたす。 また意外な援軍だね。総督殿はもう敵だと思ってたよ。え、どこから。まさか若が戻ってきて。同胞を助ける死の恩。 我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。若が戻ってきちゃうなんて、俺の覚悟が台無しだよ。いらぬ覚悟だ。俺たちは共に生き延びるのだからな。
ちのおかげでこっちはもう大丈夫。それよりも清盛を何とかしないと。一人で食い止めてる甲冑殿が危ないよ。どうしてそんなかっこいいんだか。俺もやる気全開。見てなよ。私も投げ払った。騎馬隊か。手ごわい。それを言うなら俺たちも音に聞こえた清涼の騎馬武者だよ。清涼の誇りにかけて遅れは取れない。若、門が閉まってるよ。甲冑殿、敵を進ませるために自ら門を閉ざしたのか。ここまでか。未来は若者に託そうさ。甲冑殿、ようやく邪魔者が消えた。門を開けよ。残る者どもを踏み潰せ。いい戦ぶりだ。ここで口当てろ。Oh!
かざるを得ぬか。敵は私が投げ払った。見たか、これが私の騎士道だ。この戦い、我が記憶に刻み込もう。俺たちを助けてくれた。ああ、いかなこれよ。忍びが術。本当に過去に戻れ。